はい、鹿児島なまりでなんやかんや っていうのは、今日はあれです。リスナーの方々にですね、いつもこう、励ましの言葉とかいただいてるもんですから、最近の、リスナーさんからいただいた、コメントをちょこっとですね、紹介しようと思います。今日はですね、海外からいただきました。どこだと思いますか？インドネシアですよ。いや、鹿児島の方、ほら、よく外国といえばですよ、私なんかはそのアメリカとか、あとはどこ系、大体アメリカです、私の方はね。いや、実際私のリスナーの方ね、もうアメリカからとかですね、中国とかですよ、ミャンマーとかですね、そういうとこからいただきましたけど、今日の方はそう、インドネシアなんだけども、それだけでも嬉しいのに、あれで、インドネシアにですね、鹿児島県人会っていうのがあるらしいんですよ。ほんでメンバーはですね、100人ぐらいだっておっしゃるんですよ。で、その方が、あれはどこっけ、谷山駅のあたりをこう私が歩いた時ですね、して小学校、中学校が、谷山だったと。で、高校はどこどこだったっていうか言われたもんですから、その高校は私歩き取りしたことだったもんですからね。で、すぐこう、あれを調べて、見たら2つぐらい、私のあれでヒットしたんです。で、皆さんもしてみてください。ですね、YouTube の検索欄にまず「おまかせテレビ」と入れるんです。おまかせがひらがな、でカタカナでテレビで、その後に自分の小学校名とかですよ、それから、地方都市名ですね、それを仙台でもいいし、垂水でもいいし、それから阿久根でもいいし、指宿でもいいんですけど、おまかせテレビどこどこってして、パッとするとですね、結構ヒットするみたいですよ。はい、そういうあれですね。ですから、皆さんからの、ほら、いつも、コメントくださる方も非常に励みになりますよ。ですからね、最近喋れるようになりまして、はい、ここんとこね、アーカイブ動画をノンストップアムにするあれでですね、それから1ヶ月ぐらいの間にそんなになりましたよ。ほら、ニコちゃんマークをいただくじゃないですか。私はコメントを返す時に、カッコニコニコカッコ閉じるをしますけど、皆さんからはニコニコマークがよく来るんです。でね、あんな感じでですね、そうですね、2、30人ぐらいがですね、こうこちらを向いてニコニコって笑ったりですね、中にはね、けったんけったん笑ったりですね、たまには吹き出したりとかね、そういう、図柄っていうんですかね、シーンっていうんですかね、それがね、映像としてじゃなくてですね、何ですかね、響きでもないな。ほら、うちは縁側はないけど、例えば縁側にこう座ってる時に、お日様がこう、今の時期、今日は寒かった、今日は寒かったですよ。ガラス越しに太陽の光がこう差すと、こうポカポカするじゃないですか。あんな感じです。ですから、もう本当こう目の前っていうか、その向こうの方に、ニコニコしながらですね、こっちを、いや、じっと見てらっしゃらない、そういう感じですよ。なんかね、ちょこっとこう見ちゃね、くすっ
ちょこっち見ちゃくすっていうね感じでですね、それとその口元を押さえてるとかですね、女性の方とかですよ、男の人なんか何かこうして「ちゃんとちゃんと」とか「あら、あそうな、あそうけ」みたいな顔をしたり「ああちゃったやった、ちゃったちゃったぞな、あ思い出したおかげさんで」っていうようなね、そんなね、波動でもないな、まあそんな分かるでしょう友達が言うけども、お前はなんか最近こう、そげな感じ、今私が言ったような感じがすると言いましたからね。そうですよ。ですからその、海外からのそのコメントも嬉しいですし、それとかあちゃこ先生、おてて天ぷら食いすぎてって、私がこの前、この前しても今日上がったのは今日ですね。そしたらそれに対してうちの母が、歌ってました。で、宮崎海老野ですって言われるから、私はもうあの宮崎の方にですね非常にお世話になったっていうか助けられたんですよ。で、まあ、その前からですけども、なんかね宮崎の方ね、喋りがねすごく優しくてですね、穏やかなんです。といってもあれですよ、50年ぐらい前かな、営業やってる時に、都城、あっちの方にね、ちょっとあの仕事のあれで年に何回かな、年に 2,3 回かな、それぐらいこう行くんですけどね、そこの人たちがですねこうすごくこう優しくもてなしてくれるんです。いや仕事ですよ、仕事なんだけども、一軒家ですかね、あっちの方はですね、いやいや、その方にコメントを返した時はそのいいですよね宮崎の言葉っていうのがあって書いたんだけど、ああそう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 、なんかこうだっただった、あのねそこのところにお客さんなんだけども忘れ物したんですよね、届けないかんとか、なんか、数が足りなくて慌てた時に同言しちゃったとですか、こんな言い方しませんけ、都城、宮の城じゃないです、都の城、あの宮崎県の道元社ってどうですか、いや すいません、あらあら、ついた時保管人が道元社ってどうですか全部一緒やね、まあ要するにそして、いやすいません、コンクームでしたがよって言ったら、よかですよ、よかとですよ、違うかもな、まあ要するにいやいや、そんな心配しなくてもいいですよって、いやいやいいです、それはもう私の方であれしますからつって、ほんなら、というようなあれでね、でご飯食べてきゃったとですかって言われて、いやいやって一緒に食べんですかつって、でそれはちょっとあの昼から12時にも1時ぐらい過ぎてたんだけど、なんかあの自分と、一緒にそのご飯を食べようかなっていう、美味しかったところがあるですよっていう感じでですね、あれされたんですよ。ですからその方には、いつもですけども、私の場合はコメント短いですからね、だけどこれぐらいの長さがあると思ってくださいねいやいや、あの今で言うとこう、で実際そうなんですよ。で他の動画でも言ったみたいに、いろいろその教えていただいたら、それをね、あれでネットで見たりですね、それとそのあれですよ、おてて天ぷら食いすぎてっていうやつで、私は昨日今日か上がったそれに対して、短いコメントでね、おててつんまげてっていうのもあったんじゃないですかっていうコメントが来たんです。また考えてみりゃそっちでした、私なんか小さい頃聞いたのはね、
おおてて天ぷら食いすぎてじゃなくて、おおててつんまげてこっち出したよ。はい、でその方にも「あてしたでした」ってこう書いたんですけどもね、それで、あ、そうそうそう、その方にはまたこの、あれをしますからねって言ったのは、コメントはまたこうこっちにはいただくてもいただくなくても鹿児島、まあしない、まあ私はほらしないしか知らんですからね、あれだけども、いや鹿児島は天ぷら食いすぎてじゃなかったわ、ち鹿児島はな、おはんが言うたもんな、あんまりな、そんころはな天ぷら食わんかったたちごやって、実際そうかも。いやこの前の動画でも言ったんだけど、小学校のね、いやその家で、家庭料理としてですよ、天ぷら鍋に、要するにしらすめ、しらしめ、いけんですかね、菜種油じゃなくて、なんかしらしめっていうような、こう菜種油高いのけ、ちょっと茶色っぽいあれをしてて、もうちょっとねさらってしたのがあって、確かねしらしめ、まあいいですかね、そいで天ぷら鍋に入れて、そいで要するにあれをほら野菜とかああいうのこう入れて、おげ天ぷらが一旦沈むわけでしょう。ジョン沈んだ時にこうある一定の温度でこう愛しとけば、シューってこうあぶくみたいなのがパカパカパカ、泡みたいなのがパーッてこう浮かんできて、でそれを、お袋がこう揚げたてのやつをこうしてっていうのはね、高校生の頃までないんじゃないっけ、うちは。いやいや、うちはそう言われでしたよ。かといってね、貧しいわけじゃないんですけどね、貧しくはなかったけど、お金がなかったじゃないか。いやいや、あれだったですよ、料理もね、何ですかね、今考えてみりゃ、あ、人んげいかんかったですかね、人んげいかんかったからだ。だからほら、比べようがないわけです。あ、あれがあった、そういえばね、4年生の頃ね、福岡から引っ越してきた男の子がいたんですよ。ほんで、一番最初友達になってですね、そしたら、私にですよ、おまかせくん、まあ博多弁だったかどうかわからないけど、福岡弁だったかわからないけど、要するに、うちのねお母さんがね、おまかせさんを連れておいでって言われたって、言うわけですよ。ほんで、それともう一人だ、もう一人、男二人呼ばれて行ったんですよね。そしたらですね、餅ですよ、ぺったんぺったんって、いやぺっちんだの、お正月の餅、あれの丸餅をですね、あいやないっけ、フライパン、いやその作るところは見てないですよ、見てないんだけど、そのフライパンでバターですよ、バター、マーガリンじゃないと思う、あれは、いやマーガリンじゃないっていうのは何を知ってたかっていうと、マーガリンはほらうちにもありましたから、たまにね、ほんでマーガリンじゃなくてですね、要するにコクと深みがあるわけですよ。いや そういう言葉は使わないけど、こうもうそれがその餅ですよ、普通の餅、あれがこう両面、焼かれてて、ほんでそれがベタッとこう押さえつけられた形になって、いや何もかかってなかったと思う、要するにそれがですね、普通の普通の皿、いや皿は覚えてない、もうそう何やらあれこれ餅やらいって、いや餅をね、それが来る前にやっぱり匂いはするわけです。大きな家だったんですよ、いわゆる
石の門がついてですよ、大きな家。ほんでそこに行って、ほんで、もう何ですかね、おさんをお母さんの顔も見らんわけで、よく匂いがスーって来るわけですよ。こうこんなのにやるけって思っておったら、その、お母さんがこう歩いてくれて、いつも丸々がお世話になります、どうぞって、お口に合うかしらなんて言われたかもしれないけども、もう全部合うんですよ私の場合。嫌いなもんがないですからね。ほんでそいをこう食べたんだけど、餌もあれですよ、カルチャーショック、餅ですよ。餅っていえばほらあれじゃないですか、醤油にこう生姜をこう何ですかね、こすったじゃないっけ、何っけ、すり生姜っていうんですかね、要するにこうあのおろし金でこうしたやつをこうあれにして、ほんで二度焼きぐらいですよ。その、うちはですよ、うちの場合はね、正月にその餅網にこうあれして醤油を一回つけて、でその時にそのわさび醤油じゃないですね、なんけ生姜醤油、そうか、生姜醤油って言いましたかね、要するにそれですよ。でそれをこうしたやつを2回して、でちょっちこう焦げたようなとこを食べる。それなのに、いわゆるもう洋食みたいな匂いがするわけです。匂いっていうか、あの料理をする前ですね、こっちに運ばれてくる前に、はい、でですよ、その食べて、ほんでその日は効かんかった。もう内どころじゃないわけですよ。もうペロですよ、ペロ。いやだけどその時の記憶としてはね、おかわりみたいな、それはなかった。そう、もう一人の男とですね、もうそう、愛もない、わずよめやね、わずよめやね、これいけんすだろかいみたいな感じもないんですよ。もうただ食うたばっかり、はい。ほんで、おふくろには聞かんかったかも。いやね、普通の人はほら、母ちゃん、あそんこら母ちゃんって言ってましたよ。母ちゃん、あんな大芸行ったな、な餅をな、焦げんしてな、焦げんしてな、いや、あ醤油じゃなかせ。いや大体ほらその頃はあれがないんですよ、情報っていうのがですね。だからもうそういうあれもなくて、あのあれした、ちょっと待ってくださいね、俺もう19分やれ、あいですよ、こんなふうにしてですね、目の前にこうニコニコマークがいっぱい並んでるっていう感じがするんですよ。だから、ね、ちょっと喋りが早いですね、なんだけども、まあこういうのはこうですがよ。ほいで、まあ、あそうか、最後にちょっとあれだけども、またね、なんかコメントの不具合が出てるかもしれない、かもしれないですけども、来たコメントには間違いなく返してますからね。そういうことで、これからもですね、よろしくお願いしますからね。はい、ということで今日はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。